クドラ、ラジオドラマで聞く名作文学。どうぞ、空いていますよ。はて、どちら様でしょう。なんだ、あなたですか。そんな姿ではわかりませんよ。それで、今日はどんなお話を伺えるんです？アルセーヌ・ルパンの逮捕、モーリス・ルブラン。大西洋横断の定期船、プロヴァンス号。船旅の初日はすこぶる快適だった。船長以下、乗組員の人柄、サービスは申し分なく、乗客たちも上流階級の紳士淑女ばかり。僕は彼らとすぐに打ち解け、愉快なおしゃべりやレクリエーションに興じた。だが、航海2日目、フランスから入った無線電信により、船内の和気あいあいとした空気はあっけなく破られた。その伝聞とは、プロヴァンス号一等客室に怪盗紳士アルセーヌ・ルパンあり。特徴、金髪、右腕に怪我。ルパンよ、ルパンが出たわ。私の真珠が、サファイアが、エメラルドがすっかり盗まれてしまった。ルパンですって？あのフランス、いえヨーロッパ史上最悪の大盗賊、パリ一番の腕利き、ガニマール警部が血眼になって探しているっていう。私新聞で読んだわ。神出鬼没、千の顔を持つ魔術師ルパン。はあ、もしかしたらすでに誰かに変装を。もう誰も信じられない。そうよ、ルパンなら誰にでも化けるわ。そうよ、みんな怪しいわ。あちらの紳士も、そこの防衛も、そこの場所がいるし、いや、いやよ、もう耐えられませんわ。こんな時間があと5日も続くなんて。ねえ、あなた、先ほど船長さんとお話をされていたわね。何かご存知ありません？飛んだ船旅になったが、思わぬ幸運もあった。この可憐な御令嬢、ネリーとお近づきになれたのだ。ガニマール警部がいたら、あの方だけはルパンを見たそうだから。マドモアゼルネリー、どうかお気を強く。ガニマール警部のようにはいきませんが、僕の推理を聞いてくれますか。まあ、もしかしてルパンがお分かりになりまして。ええ、さっき船長からいろいろと伺いましてね、乗客のことや例の無線電信のことを。そしたらおのずと目星がつきました。だ、誰なんですの。いいですか、これはあくまで推理です。無線電信にあったルパンの特徴、金髪、右腕に怪我、そして一等客室、これに当てはまりそうな人物は一人しかいませんでした。それは一体誰なの。それは皆さんの後ろに座ってらっしゃるムッシュ・ルイ・ロゼーヌ。え？ロゼーヌさん？
ロゼーヌさん、ムシュロゼーヌ、嘘でしょ、確かに金髪です。なんだって一人みたいだし。ちょっと待ってくれ、確かに僕は金髪だし一等客室に泊まっているが、右腕に怪我なんてしていない、濡れ衣だ。でも確かにルパンなら。そうよ、ルパンならそれくらい。怪我を隠すことも、いえそもそも怪我があるっていう嘘の情報を流すことも。それを言ったらこの金髪だって証拠にならない。立ち上がったわ、怖い。ルパンだよ、怪しいわよ。違う、僕じゃない。ちくしょう、ルパン、ルパン。結局証拠不十分により僕の推理は却下された。だがこの一件によりロゼーヌ君は完全に孤立してしまった。そして翌朝、大変よ、ルパンよ、またルパンが出たわ。そんな、今度は何が盗まれたの？船長さんの時計ですって。あら、宝石とかお金じゃないの？それがおかしいのよ、その時計副船長さんの部屋にあったんですって。自分は知らないって副船長さん大慌てだったわ。ルパンは一体何のためにそんなことを？私新聞で読んだわ、ルパンってとんでもない愉快犯らしいの。きっと私たちが騒ぐのを見て楽しんでいるんだわ。そういえばあの人は？ロゼーヌさんがいないわ。本当だわ、ロゼーヌさんはどこに行ったの？皆さん、ルパンにやられました。見てください、この頭の傷を。後ろからいきなり襲われて気を失っていました。さあ、これで分かったでしょ、僕はルパンじゃないんです。それでロゼーヌさん、何も盗まれてはいないの？え、いえ別に何も。襲われた時周りにどなたも？ええ、僕一人でした。なんだか怪しいわね。本当に襲われたのかしら？自分で仕組んだのかも。ルパンならやるわ、疑いを晴らすためなら何でも。なんだって、何を言ってるんだ、そんなバカなことを。こいつがルパンだ。やっぱりルパン。そんな、どうしてこうなるんだ、ルパン。ルパン。まあ、かわいそうなロゼーヌ君。彼は別室に軟禁され、船長らの監視下に置かれた。本当にロゼーヌさんがルパンだったのかしら。もしかして私たちルパンに踊らされているだけなのかも。大丈夫、そばにいますよネリ。でも僕はルパンに感謝したい気分ですよ。あなたとこんなに親しくなれたんだから。そうですわね。
翌朝、船はようやくアメリカに到着した。港は出迎えの人々とルパン逮捕に駆けつけた警官たちでごった返していた。警官たちは船を降りる人々を一人一人入念に調べている。すごい警備ね。でもきっと誰もルパンの顔を知らないわ。ねえあなた、私見てみたい。ルパンが逮捕されるその瞬間を。ネリーがその瞳に、女性特有のある種の好奇心、冷酷な光を宿らせたその瞬間、僕の右腕に突然激しい痛みが走った。しまった、怪我の上を。怪我の上？怪盗紳士アルセーヌ・ルパン、パリ警視庁の名のもと貴様を逮捕する。ガニワール警部、なぜアメリカに？残念だったな、ルパン。言ったろ、貴様だけはこのガニマールが逮捕するとな。そんな、あなたがルパン？私は、なんということを。待って、待ってくれ、ネリー、ネリー。行ってしまった。うーん、見たまえ我の哀れさを。盗っ人の末路、そして甲骨を。なるほど、それがあなたのルパン逮捕の一部始終ですか。髪の色は変えられても怪我はすぐには治りませんからね。その後の脱獄劇についてはまた今度書かせていただきましょう。ついでに話すと、私もたまに自分が誰なのかわからなくなる。鏡を見てもそれが私だと確信できないんだ。だがそれでこそ神出鬼没の怪盗紳士だ。私をルパンだと断言できる人間がこの世に一人もいないんだからね。つまり地球上のあらゆる犯罪を、これはルパンの仕業に違いない、そう思い込ませてしまう。人々の想像力はこのルパンに無限の力を与えてくれるのさ。キクドラは YouTube にもチャンネルを開設。チャンネル登録お待ちしています。そしてツイッターで独り言をつぶやいています。詳しくは公式サイトからどうぞ。